ディーン関は、香港の元俳優、プロデューサーである、中国、北京生まれ、幼少時に、香港に移住。1968年にショーブラザーズの俳優養成所に入り、1969年に、デビュー。その後、数多くの映画で脇役として、出演を重ねた。1973年にショーブラザーズを、退社してからも、ミスター・ブー、ギャンブル大賞や、 ジャッキー・チェン主演のカンニング・モンキー・テン・中堅をはじめとする一連のカンフー映画に出演し、コミカルな演技を披露した。1975年からは映画の演出も開始し、1980年にはレイモンド・ボンやカール・マッカと共に映画制作会社シネマシティを設立。悪感探偵シリーズのプロデューサーとしても手腕を発揮した。コメディ色の強い映画に出演。 プロデュースの多い隣席だが、1987年公開の男たちの番下2では偽造紙幣製造組織のボスルン役を演じた。1990年製作の映画赤の広場の竜を最後に俳優を引退、プロデューサーとしても1992年製作のエンジェルハンターを最後に芸能界を完全に引退し、実業界に転じた。以来、 表舞台に姿を現すことはほとんどなくなったが、名優であるエリック・ツァンの60歳記念パーティが開かれ、香港 TVB で放送された際には、会場に設置された舞台に、レイモンド・ボンやカール・マッカと共に登場し、シネマ式時代の昔話を語っていた。ありがとうございます。